これはなんていうヘスピア。ヘスピア。ヘスピアですね。ヘスピア。ヘスピア。無理ないよ。無理ないよ。仲良くやろうぜ。夫婦仲悪いみたいに見えるところはちょっと好感度落ちるから。もうやめてよそういう話は。体験隣のキャンピングカー大人の秘密基地からお送りしております。これは何つうヘスピア。ヘスピア。ヘスピアですね。ヘスピア。ヘスピア。無理ないよ。無理ないよ。仲良くやろうぜ。夫婦仲悪いみたいに見えるところはちょっと効果が落ちるから悪いって言ってんじゃん。もうやめてそういう話は。これエアコン動いてますよ今。はい、今、はい、あの暑いんで。これ室外機こんなところについてるんですね。はい、これだともともとここじゃないんですよね。これ自分でつけました。ここに。はい、ここ物入れあったんで、はい、あのちょっと中くり抜いて。くり抜いて。つくもんなんですねこれ。もともとはじゃエアコンついてなかった。ついてなかった。これすごいプラダンでこの空気もこれ。うん、だからすごく可愛らしく。ブル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 と。見えますか？素晴らしい。いいよね、これ、うん、ね、うん、車検にも特に問題もないですしね、はい、え、発電機もあるんですか、はい、あらあら、あんまり使ってないんですけども、はい、あのリチウムバッテリーに変えたんで、これは一応あの、はい、あのエチケットでゴミ箱、はい、あの犬の、はいはいはい、いいですよね、やっぱいりますよね、これね。この鍵つ、これはこれ売ってるんですか。売ってます。これあのバイクに積むようなやつ。ああ、はい、ありがとう。これうちもつけようか。牛牛牛牛牛牛生ゴミとか、もともとここが、あのゴミやったんですけど、はいはい、あの今バッテリーを置いてる。おあら、あ、大きいですね。リチウムの200が2つ。これでエアコン動くんじゃないですか今。まさにこれで。あ、そうかそうか、はい、今、はい、これでどれぐらい動きますよ今エアコン。実際試したことはあんまりないんですけど、まあ、多分一晩、まあ、二晩ぐらいは行ってる。ワンちゃんとの旅が気になる。だから中、はい、涼しい中で聞こう。涼しい中で涼しい中で行こう。なんかお宅にお邪魔したって感じがするもの、うん、なんかね、お宅にお邪魔した感があのガス給湯とか、ね、あれ、電気風呂とかね。あ、そうなんですか。なんかすごい台所っぽい感じ。あ、あの大阪の下町の家って感じ。ボイラーはあるんですけど、うん、ちょっとセンサーが不具合で、うん、はい、だからもう湯沸かしの方がすぐ使えるんで、うんうん、なるほど。ここ何人ですか。あの定員は10人なんですよ、はいはい、で、まあ、寝るのは6人ぐらいかな。ここに3人で、はい、上に3人、はいはい、お二人は結構昔かそのバスコン乗ってたっていうことで結構昔から行ってたんですか。そうでもない。もともとはテントを泊く、はいはい、まあ、あのキャンピングカーじゃなくて、はい、アウトドアのテントでずっともう、はい、どうでしょうか、20年以上はやってた、はいはい、で、まあ、家族、家族、はい、子供、うん、で、僕は何を思ったかわかんないですけど、うん、目覚めたなんか急に来ますよね、男の人ってね、そうなんですね。まあ、その4年前に、はい、そのバスコンを最初に買った。じゃあ、キャンピングカーとしてのデビュー4年前なんですね。そうですね、4年半ぐらいですかね、はい、で、すでに2代目いや、本当人のこと言えないから。そうだな。どうして自分のお友達だと思わないのかそこで。俺だってほら、もうなんていうの、長いから。うん、大先輩、大先輩。まあ、それそうだけど、経験作ってからすぐにもう。あ、そうだったね。うん、ちっちゃかったのあれ。作ってみて気づいた。あれでも乗ってみないと分かんないことっていっぱいあるじゃないですかね。うん、さっきのバスコンとかもね、うん。何が不便かっていうのはね。これでもぶっちゃけ値段的には結構お安く抑えて買えられたもんなんですか。いや、あの、まあ、あとあとちょっといろいろ修理はしましたけど、うん、ぶっちゃけあの100万でした。
でも100万でこれ買えたら、すごい、うん、すごい、たまたまです。なるほど。でもすごいいい買い物ねえ、まあ、距離も14万キロぐらいは走ってて、うんうん、あとマニュアルなんですよ、はいはいはい、オートマチックじゃなくて。なるほど、なるほど。まあ、それちょっと人選びますね。そうですね、うん、で、まあ、あと、まあ、買ってからあのオキャン2号じゃないですけど、はいはい、あのエアコンは大丈夫なんですけど、うん、ラジエーター変えたり、はい、ウォーターパンプ変えたり、うん、はいはい、クラッチ変えたりっていうのは、うん、でもちょっといろいろありましたけど、うん、まあまあね、まあ、それでも安くは買えたなと思って。いや、 やっぱりキャンピングカーでね、800万、1000万とかけてしまうと ね、うん、そこで楽しめないよね。そう、旅行に逆に行けなくなってしまうよりかはね、いいと思います、うん、多分今後はこんだけキャンピングカー出回ってきたので、うん、もっと安い中古車も出てくると思うんですよ。そうですね、ですから多分楽しむ人はね、うん、楽な時代が来るんではないかと思いますけどね、うんうん、でもなんかいろいろ工夫してつけてるんですね。まあそこのその言ってたガスオーブン、うん、はい、じゃああれはお湯が出ると、ガス湯沸かし器、ガス湯沸かし器、これトイレもついてるんですか。トイレはついてますけど、あのフグラカからは使ってないです、はいはい、はい、物置として、はい、シャワーも、シャワーも一応ありますけど、はい、ボイラーを今使ってないんで、うん、なるほど、そういう使い方なんですね。じゃあお水とかのタンクは結構大きいんですか。はい、その下に、下です、ね、はい、ちょっとエアコンの室外機積むのに小さくはしたんですけど、はい、うんうん、多分それも60ぐらいは、あ、ですね、これって寝るときはこれがバンクがベッドに囲ってきて、これがまあここもこうフラット、これテーブルを外してそこにしまうんですけど、はいはい、でここもフラットになって、でそれがくるくるっと回って、へ、ここだけはベッドに できないんですか。で今ちょっとこうちいちゃんビッとこうするとここになんと予想外の動きでそうきました、はい、なんかあそこに金具見えてるからなんか不思議な動きです。こうクルッと回してここに収まる、うんうん、収まる、へー、ちょっと色見せてもらいましょうか。はい、冷蔵庫見えやからね、これ冷蔵庫冷蔵庫結構大きいんですか、これ。これあの普通よりちょっと大きいかなと思う。メイク中さすが大阪ですね。ガトーショコラ冷えてます。あ、ありがとうございます。あとでいただきます。あと今食べたんだから。何やってようとしてるの。食べたらあかん。マスク外さなあかん。だからそう言ったやんか、さっき。これ何冷やし飴。冷やし飴。メロディアン。冷やし飴って。お祭りと、そうですよね。はい、飴湯。ちょっと生姜、温かくしたら、そうですね、生姜湯っていう、その昔お祭りとかで冷やして、うんうん、冷やし飴、冷やし飴、あのスーパーなんかでぐる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 こうね、透明のケースに冷やして、あー、冷やしてる、知ってる、あの噴水みたいな、そうそうそう、透明のケースでさ、こうやってこうぐる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 回して冷やしてるっていう。昔お茶は冷やしてたりして、知らんで、なんかメロンのフローズンみたいなのは知ってる。俺オレンジジュース自動販売機の上ポッ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 て、それどこ、タイタイやめじゃあこの話は。電子レンジもあるし、これすっごいな。あ、これも後でつけたんですね、はい、あれ、これ、あ、これ昔のエアコン、これはあの車走行用のリアのエアコンです、うん、そんなんもあるんですか、はい、今これつくんですか。あのエンジン、前とのエアコンと連動してるんで、はいはい、じゃあ車のコンプレッサーで冷えるやつですね。ここに1個あの別で乗ってるんですけど。ああ、そうですか。じゃあ後ろの人も快適ですね、これね、はい、この辺なんかハイマーと似てるような感じだよね、これね。そうですね、ちょっと開けても大丈夫ですか。はい、全然、でん、え、何これ、ちっちゃい炊飯器、電気的に3号まで、おいいの、いいね、車の中で食べたらいいの、うんうん、で、そちら側にガスやら何やら、はい、バーターと、ほうほう、で、まあ、一応カセ、あのちょこっとしたでもうカセットコンロでやるようにしてるんで、あとまあ食器類で、あ、これ一応その上のガスも使えば使えるわ、使えます、うんうん、ここで、はい、餌もここで、ここにホットさんだったら、水もちゃんと普通に出るんですよね、これ、はい、これ換気扇もなんかちゃんとついてるね、家の中、うん、ね、ちょっとこの辺はもう自分でいろいろと周りうるさいんで、はい、調整できるようにこれで
はあはあ、すごい。でもいいな、私このぐらいのキッチンあったらやっぱありがたいな。だな、はあ、いやこれ快適な使い方してらっしゃるし、ね、いいレイアウトやね、うん、ちょっと一応じゃシャワールームしか、はい、トイレルーム、あこれも結構な大きさがある。ちゃんと大きいよ、まあ、トイレは、うん、まあ、使ってないものの、あまるっきりハイマーと同じですよね。昔の、そうですね。これが洗面で、あそんなのあ洗面すごいいいな。これも使ってないですね。洗面だけでも使いたいね。ねえ、これあと洗面ちょっと外しといてもらいます。思ってたところじゃないところが思い出した。これがまあ一応ここから立てれるのと、あとまあ下からでも両方行けるようにはなってるみたいです。耐えられてるなぁ。100万って本当に出物だよ。ねえ、うん、広いよ、うん、広いね、うん、ダブルくらいある？ダブルくらいある？あるね、縦にあの僕らでも寝れるんで、うん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 、横にでも行けますよね。170センチか100、はい、あ、こう、うん、どっちも行けるよ、どっちも行けるね、うん、私 ね、でもあのね、うん、こういうちょっと古いタイプの方が好きなんさ、うんうん、落ち着くやん。あとこういうさ家具とかの作り味があるよね、昔のやつはね、うん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 、いやいいよいいよ。いやこれ10人マジで寝れるね。寝れるね。いや星だわ、すごいな。なんか大胆なんだよね動きが。そこから動くかみたいな。これカーテンも後付けですか？これはこれはついてました。その運転席とも遮断するの、これだけは変えました、はいはいはい、レールだけこの間変えただけでついてるのついてるんですね、はい、ついてました。また大胆なところに置くんですね、これもしかし入れるとこがあるんだ、うん、すごい、はい、するよねこれ。この全面っていうのはいいよね。もう子供たちいたらもう絶対この盛り上がるパターンよねこれ。というわけで本当に現実に手が届くと言いますか、多分見てる方もあそれでいけるんだったらうちもいけるかもって思った方が非常に多いんではないかと。あとね、うん、探せば出てくるんじゃんっていう。そうですね。うん、ね。頑張って探してたら出てくる、うん、はい、うん、ということでぜひ理想のキャンピングカーが、ね、これからたくさんの方にキャンピングカーの仲間になっていただきたいので、うん、こういう夢の暮らしをしているお二方もいるということを知っていただけると思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ジャスコもありがとうね。あら素敵。Bye.